皆さんこんにちは。不動産コンサルタントの藤原でございます。今日はですね、今までお届けしてきました、相続のお話を一旦まとめたいと思います。で、今までの間にですね、相続の順番ですとか、その配分の割合ですとか、その他特例的ないろいろな決まり事、これを段階を追って、話をしてきました。で、相続はですね、亡くなっていく方が、その相続財産をどのように処分してもいいんですけれども、何も取り決めしてないという場合は法定相続という考え方があるんだというお話をしましたね。で、法定相続というのは、その相続の優先順位というのがあるんだというお話をしました。で、こういうような典型的な4人家族の場合ですね、お父様が亡くなった場合は、まず第一優先の相続人として子供を探していくと。で、子供がいたら子供は第一優先、それから配偶者がいたら配偶者も第一優先で、それぞれが2分の1ずつ、2分の1、2分の1、4分の1、4分の1ということになりますね、なんだということをまずお話ししましたね。これが第一順位と、4分の1と、これが第一優先相続人で、第一優先相続人がいた場合の配分はこうなんだよというお話をしました。で、子供、配偶者がいなくて子供だけの場合は子供で頭割りで、逆に、子供がいないというケースの場合は配偶者に全部行くのかというと行かずに、今度は第二優先であります、その亡くなった方の直系の、親を探していくというお話をしましたね。ですからここに今度は第二優先グループとしてはここにこう立ってきて、こうですね、祖父祖母ということになると思うんですけれども、こちらから見ればですね、第二優先の直系の父母を探していって、その人たちがいれば この関係で相続をしていくというお話をしました。で、その場合は配分が違いましてですね、配偶者が、3分の2で、こちらのグループが合わせて3分の1という形なんだというお話をしましたね。で、亡くなった方の親というのは、いる確率といない確率で言いますとですね、いない確率の方がやや高いのかなということがありますよね。年齢で考えていった場合は、事故なんかの場合は別ですけど、年齢で考えていって、普通に、大往生した場合は、亡くなった段階で親っていうのは、いない可能性が、高いですね。そうすると今度は第三順位を探していくと。で、第三順位っていうのはこのご両親の、祖父祖母の子供のもう同じ子供ですね、父から見れば父の兄弟姉妹というのを探していくということになりましたので、こんな感じで、兄がいるのか姉がいるのかと、こんな感じで兄弟姉妹を探していくということ、これが第三順位だったですね。で、第三順位の場合はまた配分が変わりまして、配偶者が4分の3で、こちらが4分の1だということだったですね。これがまず基本的なその相続の優先順位というお話をしました。優先順位と配分ですね。で、これが法定相続といいます。今までのそのお話の中の法定相続分のまとめがここまでのお話なんですけれども、ただ先ほど言いましたように、亡くなっていく予定の方、被相続人はですね、自分の自由な意思で、自分の財産をどのようにでも処分できるんですね。これはこうしたいということを記すということで、一般的には遺言と言われておりますが、亡くなっていく予定の方、被相続人がですね、遺言によって、相続財産を指定することができるという決まりがありましたね。で、例えば、父がですね、この子だけに全財産をあげるというような遺言を残すことも、これは法律上は可能です、有効です。そうすると他の相続人には財産が行き渡らずにこの子だけに財産が行くということも、できない話ではないということになります。これは、被相続人側 の, ある意味切り札的な、
切り札的な手続きということになりますね。遺言手続きということで、この子だけにあげるとか、この子には何、この子には何、この人には何というような指示をすることができる。これが被相続人側の切り札、遺言になります。で、一方もらう側ですね。もらう側は一方に偏った、遺言によって一方に偏った財産処分がなされた場合に、本来もらえるはずの権利が侵害されてしまう、まあ、可能性があるわけですよね。で、それでは困るというふうに異議申し立てをできる権利が認められております。で、これを遺留分というわけなんですね。で、遺留分は、まあ、例えばこちらで言うとですね、普通のこの4人家族の場合は相続の配分割合はこういう割合だったですね。2分の1と4分の1と4分の1で、父がこの子だけに全財産を相続させるというふうに遺言を残して亡くなった場合に、その遺言自体は有効なんですけれども、この2人のいわゆるこの法定相続分を侵害していることになりますので、遺留分によって、その配当を請求することができるということになります。で、遺留分はですね、法定相続分の2分の1、これが遺留分として、法律で、まあ、権利主張ができるというふうにされている、まあ、分になります。で、この分は私がもらえるはずなの、なので全財産のうちの8分の1は、まあ、配当してくださいと、まあ、どういう形で配当になるのかですね、現金なのか不動産なのか株なのか、まあ、これは、まあ、相続人同士で話す必要がありますけれども、そのような主張ができますよということが、今度はこれは相続人側の、まあ、非相続人に対する切り札的なものになりますね。遺言に対する切り札というような形になりますけれども、そのような決まりがあるんだというのを、まあ、このシリーズに分けてですね、ずっとお話をしてまいりました。以上が、まあ、今回ですね、今まで話してきたことに対するまとめなんですが、最後に、まあ、このような流れの中で代収相続という考え方があるんだというのもお話をしましたね。で、代収相続という考え方は、例えばこういう4人家族の場合に、父が亡くなった時点ですでにこの子が亡くなっていた場合、相続人はじゃあこの2人だけなのかということになりますと、この子が、まあ、結婚していて、この子の子供、まあ、父から見れば孫がいる場合は、この子に成り代わって、この子も相続人の地位を得ることができるんだよという制度だというお話をしました。こんなようなケースの場合は、相続人はこの人とこの人とこの人ということになりますし、代収相続は、何も子だけの問題ではなくてですね、親の方にも行きますし、兄弟の子供にも行きます、まあ、探していくということになりますね。なぜそのような考え方があるのかというのは、各セミナー、各ワンポイントセミナーの中でですね、詳しく掘り下げて解説しておりますので、バックナンバーに戻って、まあ、そのシリーズを見ていただければとは思うんですけれども、今日はですね、法定相続分の、配分順位と配分割合、それから遺言と遺留分の関係、それから代収相続の関係、これをまとめてお話をいたしました。これでですね、相続に関するまずその財産分けの基本的なルールというところは解説できましたので、次回からはですね、また進んで、この相続の話をですね、一歩前に進んで別のテーマをお話ししていきたいと思います。では次回もお楽しみにしてください。よろしくお願いいたします。